はい、どうもこんにちは、イラつか YouTuber しゅんです。今日はですね、ゴッチメンというそのイラつか市の八幡にできた新しいラーメン屋にね、行こうかなと思って、でバイクで来たんですけどもね、お店の目の前にバイク1台止まってたんで、ここ2台止めたらね、ちょっと邪魔かなっていうかね、駐車禁止とも書いてあったんでね、まあ駐車場に止めるかという感じで駐車場まで歩いて行ったわけですけども、ここらね結構ね、商店街向こうの通りまで結構ご飯屋さんありますけども、ちょっと離れたどうですか、養老の滝とか行ったら分かりますかね、そちらのお隣にできた、新しくできたお店ということで、ゴッチメンね、その会社のね、その同僚がですね、すごい美味しいと評判ですね、今回向かっているわけです。というわけでこちら到着ですね、ゴッチメンです。今日はこちら食べていきたいなと思います。ごちそうさまですということで、今日は、西八幡の東八幡かな、ここは西八幡かな、ゴッチメンさんでね、醤油ラーメンをいただきました。コンビナス貝が使われて、コンビナス貝ってのは北米にもともとあった貝の種類だったんですけど、それと鶏ガラのスープがね、醤油と合わさってね、とても美味しかったです。結構さっぱりめの味でしたね。で営業時間はですね、11時から20時までの営業で、木曜定休という感じですね。駐車場はね、ここからすぐ郵便局とね、あれを奥を越えた幸運堂さんを越えた先にございます。まあ歩いてそのすぐですよね。ここに麺を打つね、機械がこう見えたりします。今回ですね、お昼頃にお邪魔したんですけども、12時半ぐらいかな、でも結構ね、店内は8名ぐらいいらっしゃったのかな、もっといたかな、そんな感じで。だけどすぐカウンターにこう案内されて、カウンターがこうふじまりとしてて可愛いんですけどね、すぐ案内されて、ラーメンも半分ぐらいで来たかな、結構全然待たずに、ね、美味しく食べることができました。上大岡ってこう店主さんの名に書いてあったんで、多分移転したお店、なんか伝説のみたいな感じで、よく開店した時もすごい花が届けられたみたいなんで、もともとどっかにあったね、お店がこう継承されてというかね、続編だという感じだと思うんですけども、そんなお店でした。ごちそうさまです。